すでございます上司が教えてくれない営業のコツ今日は営業を慣れしている人,の人へのアプローチということをテーマでお伝えをしていきたいなと思いますまあ結構いますよねあの「ああまたそういう営業ですか」とか「まあ、このきこお断りに慣れてるな」みたいな形で、あのー、さらっとアポであったりとか商談をスルーする方々ということでただですね営業を慣れしている人っていうのは見方を変えると営業に慣れるほど 営業に合っってててる、るもしくはアプローチを受けなので要は今まではつまんない提案ばっかされてるからつまんないアポ取りばっかされてるから合わなかったとか受注にならなかったけれども何かいいものがあったら買いたいなと思ってる可能性はあるわけですよ。 なので、慣れるほど営業に合ってくれてる人なんだっていう風に見方をちょっと変えた方が、まあ、営業はしやすくなりますよねというところです。とはいえ、慣れてる、営業慣れしてるっていうことは要はお断りの仕方が慣れてるってことなのでじゃあどうすればそもそも断られないのかっていうところを考えなきゃいけないと。 いうことですねあの。ここで考えなきゃいけないことというかあのやっちゃいけないことはいかにその断られた後の切り返しトークをうまく磨こうかみたいな発想は持たない方がいいです。なんでかっていうと営業を慣れしてるお客さんなので断り方を複数パターンを持ってるケースが非常に強いんですよね。であれば最初からそれだったら話を聞きたいとかそれだったらお願いしたいと思われるような切り口を 考えていった方がいいので、まずはその断られた後の対処法ではなくて、そもそも断られないようにしましょうということを考えた方がいいですよということですね。で、営業を慣れしてる人ってそもそもどんな人かということを先に整理をしておくと、同じもしくは似たようなヒアリング、質問ばっかり受けたことがあるとかですね、同じもしくは似たようなことを言われている提案とかですね、あとは同じ似たようなプレゼンをされてるとか、同じ似たような売り文句を聞かされてるということで、結局は、 いろんな営業がわさわさ来たところでみんな言ってること一緒だから選ばないよみたいな話なわけですよ。でみんな同じことどうせ言ってるんだったら最初から取引のあるところもともと取引のあるところもしくは知り合いにお願いするよってなる気持ちは当然なんですよ。それはそうですよね。他と違いいがないんで 違いがなかったら知り合いとか取引のあるところにお願いするのは当たり前のことなのでであれば他と違うアプローチを考えなきゃいけないということですねただ営業でやりがちなのはこれだったら他と違うなと自分は思っていてもお客さん自身がそういうふうに感じられなければ全く意味がないということですねなんでそれはもう相手の印象や感覚なんですよなのでその相手や感覚の印象に頼むのではなくて頼みにするんじゃなくてまず営業側が競合他社ってどういう営業をしてんだろうとか アプローチををししているのののかっていうとうころ競合他社営業研究しなきゃので,す、ねなんでまあ、ネットとかで見たときに、例えばホームページでどういう情報が載ってるかとか、ちょっと資料問い合わせを問い合わせしてみて、どんな情報が載ってるかを自分で見てみるとかですね。そういった形で、競合他社がどんな言葉を使っているのか、どんなプレゼンをしているのか、どういうメッセージを出しているのか、どういう資料を使っているのかということを知った上で、自分がどういうアプローチを組み立てていくのか、要は他と違うと思ってもらえるようなアプローチを作っていくのかっていうのがすごく大事なことに。 な,りますなので売れる営業ほど競合他社の営業ができちゃうんですよね。なんでかというと競合他社の分析が完璧に終わってるからですよ。でまず営業をするにあたって営業なりしてるなと思われるお客さんに営業するのであれば競合他社分析が必須。 ですで競合他社分析はどんな営業をしているのかどんな商材なのかどんな切り口なのかということを知りましょうということですね。でそうやって特にまあ大手企業のメッセージというのがたくさん企業さん自分でネットで調べて見ている可能性が高いのでそれ見てみるんですよで他にもググるんですよ。 こういうお客さんだったらどういうネットで検索をしてるかなとかツイッターとかだったらどうだろうとか SNS どうだろうインスタだったらどうだろうみたいな形で要は自分が対象としてるアプローチをしたいなと思っているお客さんがどうやってネットでリサーチをしているのかっていうことを調べてどんな情報を見てるのかを知るんですよお客さんの意外性を作りたいと思った時にはお客さんの前提を知らないとアプローチができないのでまず前提を知る前提を知るためには競合他社がどんなアプローチをしているのかあとはネットでどんな情報が出てるのかでその情報にアクセスするためのお客さんどういう 検索をしてるのかみたいなことを調べた上でアプローチを組み立てなきゃいけないということです。でお客さんが持ってる知識ですねその前提をひっくり返す提案をしましょうって話なので営業がお客さんに興味を持ってもらうためには 他の人が言っていること、もしくは世の中の常識と真逆のことを言おうとすれば、お客さんは、えどういうことっていうふうに興味を持ってもらえる可能性が非常に高くなるということですね。なので、営業なりしているなというお客さんに対して、まずやるべきことは、まず相手の常識を知るということです。常識っていうのは競合他社が刷り込んでくる売り込みの情報であったりとか、ネットに出ている情報ですね。で、お客さんがアクセスしているだろう、ウェブページとかウェブサイトをしっかり調べた上で、お客さんがこういう常識を持っているに違いないと。じゃその常識と真逆の提案が何かできないかっていうことで、 自分のアプローチを組み立てていけばいいということですね。なので、簡単なアプローチでいけば、あ、お世話になっております。あの本日お電話させていただいてよろしくお願いいたします。いきなりなんですけども、私から商品は絶対買わないでくださいね。みたいなことを言われれば、何言ってんだ、こいつとは思いますよね。なので、営業を慣れしてる人っていうのは、要はその先のイメージが持ててるわけですよ。あ、この営業きっとこういうこと言ってくるだろうなとか、あこの営業は多分この点、話の流れでいくと、こういう質問してくるだろうな、みたいな形のイメージができちゃうと。 それはイメージ予測通り進むから、あまたこのパターンだからいいやっていう形で、最後まで話を聞かなくても、先のイメージ、シミュレーションが持てちゃうんで、断ろうってう気持ちになってしまうわけなので、真逆のことを言う、他の営業が言わなそうなことを言いましょうということですね。なんで、買わないでくださいってアプローチだったりとか、常識は一般論の逆を言いましょうということですね。例えばですけど、今回私、YouTube で。 前日動画をアップさせてもらった中身でですね営業力を上げるなっていう動画を上げさせてもらったんですよ。これはアイキャッチに出させてもらったんですけど、でなんでこれ、営業力を上げるなっていうお借りしたかっていうと、世の中の営業一般論でいけば、営業力を上げた方がいいとか、営業力を高めましょうみたいな話ってすごく多いんですよね。ただそれを真逆の話で、営業力を上げるなよみたいな話をすることによって、なんでこんなことを言ってるんだろうって興味が持てるわけですよね。なんで、真逆のことを言うことによって、まず自分に対して興味を持ってもらいましょうってことです。 フック、きっかけっていうのがないがために断っているので真逆のことを言って反応を作るっていうところをまず意識いただいてそこからですね具体的にどういう展開になっていくのか具体的な細かい話をしていけばいいのでまず現状の段階営業を慣れしていて、なかなかコミュニケーションが取れないフックが取れない商談のアポが取れない場合でいけばまずはよ相手の常識を知ってその逆を伝えるっていうアプローチを少し意識いただけるとアポ率であったりとか、まあ、最初のフックもらえる可能性が高いので是非そんな意識を持っていただいてまた競合私の分析をするその逆を作るそんな意識で営業活動頑張っていただければというところが今日のアドバイスでございます。 今日の動画参考になったら勉強になったなと思っていただけましたらぜひチャンネル登録、高評価ボタンポチッとしていただけたら嬉しい限りです最後までご視聴いただきましてありがとうございます引き続きよろしくお願いいたします本日は以上です